はい、こんにちは、ピカです。今日ね、F1 2019やっていきたいと思います。いよいよ夏休みが終わってね、スパフランコルシャンですね。スパフランコルシャンを相当ね、練習したね。いろんな車で相当練習したんで、スパはね、本当に自信がありますね。R ファクター、アイレーシング、アセットクルサコンペティオーネ、そしてこの F1 2019、全部ね、スパはね、すっごい練習したんで、今回はね、絶対勝つっていう勢いでやっていきたいと思います。あ、その前にね、本を一冊紹介したいと思います。エンジニアが明かす F1 の世界ってことで、小松さんっていう日本の方が BRA ホンダに就職して、そこからね、いろんなチームを転々としてるのかな。ハース F1 チームのチーフレースエンジニアとして移籍、まだ今でもいらっしゃるみたいですね。何が面白いってね、技術的なことがめちゃくちゃ書いてあって、その中でシミュレーターが結構ね、重要って書いてあったよ。シミュレーターね、ちょっと文字を買ってくださいね、これ買ってください。ほんとね、ほとんどシミュレーターで決めてんだね。過去のノウハウとシミュレーターでほぼね、もうサーキットに行く前にセット決まってるって。で、それをもう本当に試すだけみたいなね、ことが書いてありましたよ。あと、タイヤのこと、車高のこと、もちろん空力のことね。あと、キャンバーのね、キャンバーのこう、どういう温度になったらいいかとか、ね、トーイン、トーアウト。なんかね、知りたいっしょ？知りたいっしょ、これ。で、重量配分。ね、ブレーキだとか、ステア特性。あとなんかね、スタビのことすげえ書いてあったんだよ、スタビ。すごい面白かった、すごい面白かった。やっぱね、F1 は最新の実験室っていうけど、やっぱり、すごいね。箱車にない世界が詰まってる。もう、ちょっとね、航空力学ももちろん入ってるし、メカグリップのあたりも相当ね、相当先に進んでるなーっていう風に思いました。面白い、本当に。これ本当に面白かった。 F1 好きの人、本当ね、読んだ方がいい。で、この人ね、何が言いたいかっていうと、多分、書いてあったんだけど、 F1 をね、見る人が多いけど、この F1 の中身が分かるとより面白いんだよって。多分この人ものすごい面白いんだと思うんだよね。仕事が楽しくてしょうがない。まあ辛いかもしれないけど、楽しくてしょうがない。その楽しさを伝えたいっていう思いがすごい入ってて、すごく読み応えがあって面白かったです。ぜひね、この名前で検索すると、多分早くしないと俺が紹介すると売り切れちゃうから。もうこれ結構でもね、売ってるみたいな。もう第3版だからね、思ってんの。本屋さんの人、増版した方がいいですよ、これ。絶対売れるから。面白い、本当に面白かった。F1 のセッティングほとんどシミュレーターで決めてんだって。乗らせて。小松さん乗らせて。俺乗らせて。F1 の楽しさ伝えるから、日本の人に。俺を、そのシミュレーターに一回乗らせて、自費で行くから。ぜひ、自費で行って、本当に、こんにちはって訪ねていくんで、2時間でいいから、2時間で撮影させて、ぜひ、小松さん見てたらよろしくお願いします。YouTube の概要欄に、ビジネスメールの欄があるんで、そちらの方までね、お前ちょっと乗せてやるよっていうチームありましたら、よろしくお願いします。本物の F1 のシミュレーターに乗りたい。世界中どこでも自費で行きますから。大丈夫です。2時間だけ、時間だけ教えてくれたら、その時間にそこに行きます。2時間だけ用意してもらえればそれでいいんで、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ次ね、ベルギー、スパフランコルシャン、フリー走行1回目からね、やっていきたいと思います。多分、フリー走行1回目はカットになると思う。さあ、やっていきます。はい、練習終わりましたね。多分1周しか収録されてないけど、まあ一応なんとかね、最後トップタイム出せたんだけど、ちょっとどっちのセットか迷ってますね。まあちょっと決勝を見越した予選はちょっと捨てて、今回優勝が目的なんで、安定したね、方のセットでね、行きたいと思います。あと決勝レースになると路面が重くなるんで、ちょっと軽めのね、セットで行きたいと思います。曲がりやすい方でね、そのバランスを考えて。ちょっと予選は曲がりすぎるかもしれない。ちょっとだからデフを固めて対応します。冷却パイプからのリークが見つかった。今直しているところ。早よ直せや。全てのチェックが終わるまで我慢していてくれ。やだ、やめて。俺結構練習したったの、このサーキット。よし、直ったぞ。じゃあ、おい、もういっぱいじゃねえかよ。
大丈夫かこれ。さあ行くぞ。46秒早いぞ。もっといける。44秒台いけないかな。適当言ったな俺。同時に押そうとするとダメだな。マジアタックだ。いったな。さっきよりいいな。いけー。電池切れちゃった。残ってた。よっしゃー。バステスだ。いいぞ。45秒。どや。予選も終わりましたので今日のトップ3を振り返りましょう。アイスマン、ベッテル、ルイス・ハミルトン。よっしゃー、ポールポジションだぜ。決まりました。すげえ話したぜ。レースになりそうです。すげえ話してないんだ。お楽しみ。すげえ話してないんだ。ギリギリなんだ。いやー、このマシンでよくやったよ。もうレース終わったわこれ。今日はすごかったですね。では質問。どうしたんだ。どんなもんじゃい。予選や決勝に暗い影を落としそうですか。なんでそんなこと聞くんだよ。そうならないよう信頼の向上に努めています。コースにボディーパーツを落としてきたようですね。お前なんでそんなことしか言えないの。グリップに問題があったのでしょうか。後々まで影響するようなことは何もありませんよ。どうも以上です。お前ポールポジションなのにそんなこと聞きやがって。本当に嫌なやつだな。いやマジでなんであんなこと聞くのね。マジでムカついてきたんだけど。まだ負けているライバルにガスリーみたいな運命になってしまうのか。俺はチームを離れなきゃいけなくなるのか。なんで評判悪いのね。なんで評判悪いんだ。とてもいい結果よ。レースもこの調子でね。エマだけだよ。エマだけだよ。ポールなのに。見てよ。みんな、ほら。おい。みんな。おい。ねえ、俺ポールポジション。ねえって。おい。聞いて。ちょっとみんな、はいはいはい。はい、注目注目注目。みんな注目。ねえ、ちょっと。はい、はいはい、みんな注目。俺ポールポジションでしたよ。お、俺、あ、みんな聞いて。みんな無視だよ、おい。何これ、俺嫌われてる。おい、ねえ、やべえよ、俺ポツンってチームでいる場所ないわ。マックス、おい、マックス、これどこ見てんだ、マックス。というわけで、決勝戦っていきたいと思います。決勝は勝てるように頑張ります。1950年から2015年までスパフランコルシャンで行われた48レースのうちポールトゥーウィンはわずか16回。おい、昨日の予選でお前まで。いやいや、お前まで解説までポールポジション取ったら勝てないって。おい、ひどくない。ちょっとターン1ではインサイドに入られるのよ。サイドを意識して力強くかつフェアに行け。わ、分かった。分かったけど、ピット作戦はもうなんかワンストップですね。もうピット入ってやんねえかな俺。燃料だけ増やしときます。大丈夫、自分を信じるんだ。自分を信じて頑張ろう。自分を信じるんだ。さあやっていく。マジで俺嫌われてねえかこれ。
邪魔だ、どけ。邪魔だ、どけっつってんの。もう電気も何もかも全開だ。トップをとにかく死守してゴールするんだ。無言だわこんなの。電気が大丈夫か、電気大丈夫か、残ってるか。もう黄色いメーターね、ハンドルについてる、ディスプレイの方のハンドル、黄色いバー6の下、これが電池の量、もう半分使った。これを使って逃げ切るんだ。うわーきついかこれ。今びっくりした、めっちゃ流れた。よっしゃ行け。どっかででも戻さないと、ダイヤルを電池がなくなっちゃう。電池がなくなる。どこで戻そう。戻そう。わあ来た。入れさせないぞ。絶対行かさせない、俺が一番なんだ。いけ。うわーお前らマジでストレート速え、ふざけんなよお前ら、行かさせないわ。よし、なんかわかんないけどちょっと離れた。エンジンが消耗し始めている。やめてくれよ、やめてくれよ、ふざけんなよマジで、お願いやめて。なんで新品投入しなかったんだ俺。いやーまずいわ、これはまずい、これはまずいよ。来るね、うわー後ろ来る、後ろ来るわ。ここで来るんだもんな、結構頑張ってんのに。うわー来るわ、あーエンジンパワーがないよ、すいませんエンジンパワーください。出前感、出前感で出前して、
エンジンパワーを出前してほしい。いやーマジきつい、これきつい、これストレートどうしようもねえもんだって、どうしようもないよねこれ。まあ相手も辛いんだ、相手も辛い。おい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 、マジですか、マジですか、それおかしくないですか、おかしくないですか、おかしくないですか、なんかおかしくないですか、それなんかおかしいですよね、ねえラップコンマ5秒っておかしくないですか。いやーちょっと、いや完全に出力低下してんな俺。充電する必要がある。準備はできている。エンジン直してください、なんとか。なんかわかんないけどなんとかして、燃料あるから。いやーこれヒットしてどうなんの。フィニッシュ2秒、早い。 Thank you。 デプロイメントミディアムでもダメってことか。予定したピットストップは消化した。このタイヤで最後まで走り通せ。分かったよ。打ち抜くぜ。おいおい、DRS ありがとう、サンキュー。あいつ誰だっけ。でもアウトラップだ。サンキューお前のおかげで DRS 使えて、サンキューだぜ。あー DRS 入らない、さすがにちょっと離れてくれ。ルクレール解いてくれ解いてくれじゃねえよな。おー前入られちゃった、間入られない。くしょー、いただきます。すいません。いただきます。ファイナルラップ。分かってる。壊れてもいい、オーバーテイクにするぞ。ホットラップ、壊れてもいい。あー
絶対に行かせないぞ俺は。絶対行かせない。タイヤもダメだ、タイヤもダメだ。マックス1タイヤ。マックスはレースから脱落だ。さあ最後のストレート、ここで行かせなければ。よし、なんとかなった、なんとかなったか。よっしゃ、3位守った、表彰台獲得だ。いやー、攻めのレースのつもりが、攻めるつもりが守りだった。レース終了、きつかった。劇的な勝利を飾りました。きつかった。今回勝利をもぎ取れた理由は何でしょうか。いやー、ハミルトンもマジでドライバーの信頼性が伝わってきていましたね。白熱した場面でも冷静さを維持できていたため、ずるいわ、他のドライバーのミスにつけ込み順位を上げられるチャンスを確実につかめました。簡単にトップに立ちましたね。俺のこと言われてんね、俺のミスでね。堂々としたレースを展開したドライバーが表彰台に向かっています。首位の座を射止めたのはまたしてもシルバーアロー、メルセデスが納得の勝利です。いやまあゲームといえどもレースは難しいね本当に。とても難しいわ。お疲れ様です。今日はどうでしたか？表彰台を獲得できて興奮されていることと思います。感激ですが、結果は予想してましたよ。ライバルとの戦いがヒートアップしていますね。こうした激しいライバルこそ F1 の醍醐味ですよ。今日の接触について何かコメントは？え？ありがとうございました。え？なんでこう本当さ最後に接触についてとかさ言われるのこれ。イエーイ、勝ったぜ。お、すごい、ライバルと互角になった。おお、めっちゃ評価上がったぜ。いいじゃんいいじゃん。素晴らしい結果よ。契約交渉にも好材料だわ。次も頑張って。よし、はい、というわけでね、やってきましたけどいかがだったでしょうかね。いやー、すごい戦いだったね。え、すごい戦いだったよね。みんなえおい、えおい、ねえ、俺表彰台、もういいや、もういい、分かったよ。はい、やってきましたよね、いかがだったでしょうかね。またね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。しょぼん。